103丁目駅はニューヨーク市地下鉄の IND8 番街線の駅である。アッパーウエストサイドの西103丁目とセントラルパーク、ウエストの交差点に位置し、A 系統が深夜のみ、B 系統が平日の23時まで、C 系統が深夜を除く終日停車している。103丁目駅唯一の入り口階段が青タイルと白タイルの駅名標の周りを黒タイルで囲んでいる。 この駅は1932年9月10日に開業、上層階を通過する北港観光、急行線と下層階を通過する南行観光、急行線が通っており、南北観光線の西側に短式ホームがある。両ホームの壁面には、駅名が 103RDST と青と白のタイルの組み合わせで書かれており、その下には矢印付きの小さな印もある。 また、青い柱がホームに一定間隔で立っており、そこにはニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白文字の駅名標が掲げられている。駅構内では、北高急行線が仮想館へ通り、その後北港間高観光線と立体交差し110丁目駅へと入る。この区間で西側から順に、南行観光線、南行急行線、北高急行線、 北高観光線の複々線となる。また、IRT レノックスアベニュー線が当駅北側を通過しているが駅より下の高さを通過しているためホームからの視認は不可能である。セントラルパークウエストと西104丁目の交差点東側にはセントラルパークに隣接して立っている小さなレンガ倉庫がある。これは駅北側を通過している IRT。 レノックスアベニュー線の非常出口80であり、この通路は110丁目駅へ続いている。なお、レノックスアベニュー線はこの地点で北東に進路を変更し、セントラルパークの真下を通過している。当駅には地下1階ホームの中心に改札口があり、そこに地上への唯一の階段が存在する。地上への階段は西103丁目とセントラルパーク。 ウエストの交差点北西に出ている。改札口はもう二つあり、一つは駅南側の西102丁目付近に、もう一つは反対の駅北側、西104丁目付近にある。ありがとうございます。